伊藤さんです。進んでおります。どうかお体を大切に、お金に注意して稽古にお励みください。良いお年でありますよう祈っております。ありがとうございました。太田君、心の修行を潜め、義理への習得に励みましょう。具体的地位を認識し、新知識の吸収に意を用い、視野を広くしましょう。今年も頑張ろうっていう気持ちですね。